当たらないけど競馬が好き。当たらないけど競馬が好き。はい、本日は2023年1月18日。最近とても寒いです。なので心だけは暖かくしようと思って競馬をやろうと思います。出た。今日はですね、なんか初めて姫路やります。姫路ってどこよ、うん、姫路は兵庫じゃないんですか。兵庫ね。え、合ってる。分かんない分かんない。姫路ってなんか光る YouTuber の光る実家姫路っていつも言うから、その姫路かなと思ってるんですけど。兵庫県、うん、姫路です。しれっと買ったことがなかったですね、姫路で。買うレースが8レースの C2 ってやつです。 C2、うん、C2 っていうレースで、一応特別レースらしいです、うん、はいはいはい。でダートの800。おいいよね。もうスッて終わるよ。800スッて短1分かかんないってことそう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 、良いと思いませんか。をやっていきます。で、あまりにも負けすぎるんで、買いました、予想資産を。おAISS と書いてアイスさんっていう、お新キャラですね。 AI でやってるみたいなんですけど、その方が予想を何パターンか当てていて、しかも穴狙いだったんですよ。お穴狙いだったので、それで買ってみました。お、買ったのがこちらです。212がさっきまで3番人気だったんですけど、多分ぐんぐん上がってってるんじゃないかなと思います。で2が穴です。うん、私が買った時はまだ全然でした。何番まで上がるかわかんないんですけど。で、あともう一つ、最近その予想士さんだけでも不安で、さっきパドック見てたんですよ、はい、でパドック見てたら、あのパドックをこう解説してる解説者の方が最後にあのいい番号を言うじゃないですか。はいはい。あのこれ全部見て何頭がいい、何番がいいですみたいな。それで12、5、9がいいって言ってたんですよ。ほうほう。でまあ12一緒じゃないですか、予想士さんと。うん、でなんで12とで5が一番人気の馬だったんですね。はいはい。なんでそっちの今日のパドックを見ていいって言った解説者さんの言うことも聞いてみようと思って。始まりますよ。いや。12から5と9も買ってみました。12から5と9。9。はい。で、まぁ、今回一番人気なんで、ここ来るの硬いかなと思って、一応、時点でいいって言ってた9。うん。全部、馬連で各1000円ずつ買ってます。計3000円買ってます。なるほど。はい。そんな感じで。このさまよう鎧も応援してくれますよ。うん、私もさまよってるんだよ。どうしたらいいかな。ちょっと埃かぶってないこれ大丈夫。うん。うん、サバヨウ鎧って何なの？4匹一気にまとめて出てくるんですよ。え、これ、うん、でかいのが。で、ホイミースライムを仲間で呼んで、回復して倒せないっていう。あ、強いってこと？強い強い。前半の強いキャラですね。応援してくれますよ、このホイミー。本当？こいついいやつなの？悪いやつ、敵。あ、悪いやつなんだ。うん、これは何？ホイミースライム。あ、これがホイミースライム、ね。始まるよ。はい。始まるよ。800なんですぐ終わりますね。スタート！あ、12いいやん。出た、いいやん。2全然良くないやん。5はどこ？あ、5も行ってるね。あ、12行ってる。だって800メートルだったらさ、すぐ終わる、すぐ終わる。行き切った方がいいよね。うんうんうん、行ってほしい、行ってほしい。12、5だとちょっと順当すぎるんで、願わくば9とか、その、予想士さんが言ってた2とかが来てくれると、いいんですけど、ね。もう第4コーナーだね。もう第4コーナー？早いね。ここでちょっと4がこら、何が来てるあれ。12、2と9は来ちゃダメ。あ、9だ。9。あ、9来ていいのか。9、8。え、ちょ、待って待って待って、8ダメだって。9、8。9、8、12じゃない今の。だね。やばい。めっちゃショックがでかい今私。8、12と5と9は買ってたから。8はダメだね。8が来たらもうどうしようもないね。
予想士はいいとこ行ってたんですか。予想士さんはもうただ外れで、いいとこ来てないもんだって。あのパドックの方、パドックの方が12、5、9、順番で言うと12、5、9、4、3、8がいいですって言ってたのよ、うんうんうん、だからまあ言ってる馬は入ってますよね。8が来るとは9、8、12、5だね。惜しいね。8はちょっとノーマーク、ノーマークだね。ノーマークですわ。6、4、7、2、10、3、1。とりあえずちょっと予想したのはちょっとだいぶ外れてましたけど、でも3番手に8入れてるね。予想した、うん、12、2、8って言ってる。ああ、じゃあまあ、うん、その8を無視したってことだね。まあその馬連、うん、馬連で頭の2頭で決めたかったんで、まあじゃあ予想した合ってんじゃない、9、8、12ってことは。でもね、全部2が来ないと勝たない作り方をしてるから、2が来てないから結局勝ってはないですね。なんだっけ、アイスさん、 AISS でアイスさんって呼ぶらしいよ。アイスふざけんなって感じですか。あ、でも9と8、あ、そう、結構何でかいのこれ。ちょっと荒れてるんじゃないかな。3連単533倍。あ、そうってコメント来てますよ。あ、そう、うん、馬単100倍。マジ？あ、じゃあやっぱ8がちょっとあれだったのかな。夢あるね、姫路。いや、夢あるね。あ、違う、9が、あ、ちょっと待って。ちょっと次俺もやろうかな。久しぶりに。やろうよ。ってか、でもこれさ、ワイドで買ってれば当たってるのよ。うんうん。9と12が。ワイドで買った方がいいのかな。タイム50秒。1分いいね、1分切るっていうのはいいね。どうなんだろう。でもワイドで買うとさ、どうしてもさ下がっちゃうじゃないですか、うんうん、あの倍率が。か、雪の中よくやってますね。確かに8レースってこの時間で8レースってことは。そう、これね、朝からやってて、もうこの8レースからはずっと特別枠組みでいうと特別のレースなんで、うん、で次もあのやります。次が次も800でした。で次は頭数が少なかった、9頭ぐらいしかいなかった。あ、そう、うん。いやー、今すごいいろいろ言ってるけど、今ふと今日も3000円なくしたってことに今気づいてそう、なんか12と5が5倍だったんですよ、うん、だから1000円かけてても3000円かけててもその5倍が一番低くて、あとはな30何倍とかだったの、うんうんうん、だからまあ3000円かけてても勝ったら取り戻せるなと思って勝ったんですけど、うん、あのどうしようかな、やばいな。チャンネル登録よろしくね。